わっ、うわ、いきなり始まる、くしょプロ対抗戦様事前特番、うるさ、急に始まるからびっくりするんだよな。この動画はですね、はい、これからもう間もなく始まるコールオブデューティープロ対抗戦サマー、こちらを紹介したりしたいと思います、はい、紹介するだけなんですね。紹介します、ね、プロ対抗戦とは、はい、知ってますか小手さん、プロ対抗戦。え？プロ対抗戦とはコールオブデューティー BOCW の CDL ルールにのっとって全6チームがまあ総合当たりで戦って日本一を決めようと戦いになってるんですけど、これなんすか、もう僕の心に来てます。終わった終わりましたよ終わりましたよ。もうスプリング今年終わってまして、スプリングシーズンはリバレントパテックスが10連覇目になる勝利を収めて、またサマーに臨んでいくと。じゃあ皆さんにはですね、ちょっと一押しチームを紹介してもらおうかなと、はい、何もかも、はい、かぶらないように2チームしかもかぶらないように1チーム、かぶらないように、かぶった瞬間に死んでもらいます、はい、え、あ、死ぬんですね。死にます。かぶせた側が死ぬってことですか。死にます。2人とも、かぶされた側も死にます。どっちも死ぬ、どっちも死ぬ。じゃあいきます、ね、最初のいきなりデスゲームに巻き込まれてるの。振っていきます、せーの、はい、おっぱっ、おー、ファブ、CAG、そしてリジェクト。もうすげえ、よかった、死ななくて。まずは緊張感のねデスゲーム。じゃあ小手綱さん、はい、CAG ですか。まあ、単純に春の結果を見た時にもその10連覇っていう圧倒している LV に試合の内容っていう意味でもそうですし、結果でもやっぱ食らいついていて妄想更新をしていたんで、 LV の10連覇を止められるとしたらやっぱこのチームなのかなっていうのがすごく楽しみですね。素直に0点。え、ダメだよそんなんじゃ。CAG がどういうチームなのか知らない人にこうアピールしてほしいんですよ、ね、お手本見せましょうか。ちょっとじゃあすいません、お願いしてもいいですか、お手本。野崎さん、じゃあリジェクトお願いします。なんでだよ、自分でお手本見せるよ。おすすめしたいチームリジェクト、まあ、順位は、はい、序盤から結構あんま振るわなくて、あまりいい成績を最初残せなかったんですけど、まあ、後半につれてかなり調子上がってきて、特にサーチアンデストロイとか新マップ積極的に選んで、結構こう自分たちのやりたいことを押し付けるみたいな、打ち合いの強さとかでやっていくみたいな姿勢があるんで、相手がどうと関係なく自分たちのやりたいことをやっていくスタイルっていうのは結構上位に食い込む可能性があるのかなっていうの、まあ、ガリアードを中心に個性強い選手も集まってるし、すごく応援したくなるチームでもあるので、非常に注目かなと思ってます。5点自分のハードルすげー上げるじゃん。すごいですね。なんか見せましょうか、100点のハブゲーミング、うん、まあね、プロ対抗戦って6チームでやってるんですけど、うん、全部プロでやってます、はい、この6チームの中で一番新生のチーム、ファブゲーミングで、うん、しかもこのファブゲーミングのリーダーがルーク選手で、そのルーク選手がこの同じ6チームの中の強豪のラッシュゲーミングにもともといて、うん、新生チームに移籍して、そして入れ替え戦を勝ち抜いてるんですよ。6チームの中でスプリングシーズン最下位だったけど、入れ替え戦で他のチームに勝ってきたし、後半もどんどんスコアを伸ばしてきて、特に3つルールあるんですけど、1個のハードポイント、これをどんどん取れるようになってきてるんで、この夏一番勢いに乗ってるのがこのパブゲーム、どうですか。うわ、10点ぐらいじゃないですかね。ふざけんなよ。人に厳しいからだよ、人に厳しいからだよ。10点ぐらいですか。現在10対5対0というところで、じゃあこれポイントなんですね。残り3チーム、うん、もう始まってっからね。いきますか。ここ被らないのが一番大事ですから、うん、そうですね、ここ点数関係ないですからね。ちょっと読まないといけないよ、ね、え、もうこれ残り3チームで被ったら死ぬんですよね。死にます。え？すぐ死ぬじゃん。せーの。はい、待って。お前ノリヤキなんでスカーズじゃないの？いやちょっとおかしくない？お前もっとスカーズのくせにスカーズ書いてるんだけど。いやスカーズって書き直していいこれ。もうさ、おな、俺と小手さん絶対ノリヤキはスカーズ。じゃあ逆に誰も書かないかなって思ったんだよ。ちょっと俺読みすぎるとこがあるのよ、そういうとこ。俺の今回の調子はこれリバレントバーテックスなんですけど、うん、6チームの中で純粋に一番強いチームになってます。もう 3,4 年この、コールオブデューティのプロというのができてから経ってますけど、もう全部勝つ、負けてルーザーズから上がってくるとかじゃなくて、ウィナーズで抜けていったり、
リーグ戦だったら前回なんと10戦10勝でグランドファイナルに進む、うん、圧倒的な強さ。そしてなんといってもチームリーダーの七面鳥選手の頭脳、圧倒的なポテンシャルを持つ稲葉 UR 選手、他のアクシーゲンガーとっても全く抜け目がない、まさに最強リバレントバーテングス王者よ。強い、本気も取って11連覇するんじゃないかなと個人的には思ってます。なんで8点ぐらいじゃない下がったし下がんのかよ、まあ、分かんない、ちょっと点数適当ですよね。じゃあ小手綱さん行きましょう。さっき0点なんで今最高が河川さんの18点、18点以上取らない。それではじゃあまずこちらラッシュゲーミングの紹介させていただきます。どうぞ。ラッシュ、はい、まあ、春の段階では6チーム中3位、まあ、このチームも BOCW のシーズンにおいてのチームのスローガン的なのがあって、結果もまあもちろん求めてるんですけど、どのチームよりも一番成長するっていう、まあ、特に今までプロ対抗戦を見たことがないっていうような方たちもきっとこのラッシュっていうチームを見ると彼らの成長を一番間近に一緒に感じることができるようなチームなんじゃないかなというふうには思います。まあ、選手個人個人のストリーマーというかプロのキャリアとしての活動だけじゃなくて配信者としての動画投稿だったりっていう活動の面もすごくオープンに公開していて、まあ、一番、まあ、やっぱりファンも多いのかなって僕は思ってますし、そこに対して熱量とかもすごいと思ってるので、まあ、まず入るのであればやっぱりラッシュを抑えてほしいなというふうに思いますし、今は多分残念ながらオンラインでの開催というふうにはなってるんですけど、オフラインになった時のまた彼らの、まあ、その試合の会場での応援の雰囲気なんかも味わってほしいので、そこもひっくるめてぜひ一度このラッシュっていうチームはやっぱり抑えていただきたいですね。うるさ、今のでマイナス30点。最後うるさかったからマイナス30点めっちゃいい感じだったね。最後うるさくてマイナス30、結構ほんと20点ぐらいまでいってた。じゃあ最後は鈴木さんですね。先ほどはすいませんでした森焼スカーズだけは揺るがなかった譲ってくれるんだなと思った、そういうところはい、スカーズです。はい、まあ、スカーズなんですけど、まあ、前シーズンスプリングシーズンはやっぱりちょっとメンツがね、毎回変わるっていう、まあ、正直環境としては、まあ、すごく良くない状態だったかなというふうに思うんですけど、それを毎回繰り返して、まあ、本当絶望的な状況の中で、でも最下位にはならずに、入れ替え制にも行かずに残留したっていうところがまずちょっとすごいなっていうところ、まあ、粘り強さというかすぐに仕上げてくる感じっていうのはものすごいものがあるなっていうところと、まあ、あとやっぱ個人的にはリーダーのアリス・ワンダーランドが、まあ、かなり苦渋を舐めてでもこうずっと活躍し続けてってところがすごくこう見ていて熱いというか、絶対王者のリバレントバーテックスにもともっと行って、そこからこう一人出てってリバレントを倒すために頑張ってるみたいなところもちょっと熱くて、うん、っていうところがすごく彼がかなり一番こうドラマを持ってるかなっていうところは一つあるのと、あとなんかメンバーがまたちょっとこう新しくなって3枚望むんじゃないかみたいな話もちらほら聞いてるので、まあ、そういうところもすごく楽しみかなというふうに思ってますね。はい、まあ、いいよね。以上です。スカーズはね、いいよね。スカーズはいい、そのまあスカーって傷じゃないですか、本当にもう傷だらけのチームみたいな、泥臭さあり、ね、もがきありって、うん、でも残ったっていうのがね、結構熱かったかなと俺は思う、 ね、すごいメンバー変わりまくってるね。大変なのにめっちゃラウンド取ってたじゃないですか。結構本当に気持ちでラウンド取るとかそういう瞬間もあるので面白いかな。あと結構ビッグプレーメーカーが多い印象のニュートン X とか、やっぱりもうちょっと尋常じゃないぐらい強いポテンシャルを持ってるんで、本当に注目かなと思いますけどね。さあ小手綱さん何点でしょうか今の。いやー今のはでも、ね、100点じゃないですか。高っレートがもう崩壊しちゃってんじゃん。そんないくかい。さあということで皆さんか紹介も終わったところでですね、はい、まあ、これから、計4回各チーム10試合戦っていくということで、うん、グランドファイナル込みで順位予想してもらおうかなと。お10戦を終えて1位から6位までちょっと決めてもらおうかなと思います。これはむずいよ。最終的に4回終わってこの順位予想を見て外した方には死んでもらいます。いやデスゲームすぎる。すぐ死ぬやん。えグランドファイナルはグランドファイナルで別にですか。単純にグランドファイナルの結果も書いてもらおうかな。じゃあグランドファイナルで覆すってのもねありますからね。じゃあ小手綱さんからいきますか。一人ずつ発表形式で。あどうも見えますかね。見やす。まあグランドファイナルは CAG 対 LV の結果 LV っていう
あーシーズン CAG 勝ってグランドファイナルでリバレントが勝って優勝、あ単純に面白そうだなっていうあれも込みなんですけど、そう見てみたいなっていう、うん、事前のアンケートとかでもね、 LV が勝つためには何が必要ですかっていうのを多分のりあきさんも解説で聞かれたと思うけど、こっちが聞きたいぐらいなんですね、はっきり言って。どうやったら勝てんねんって、そう10連覇してる人たちなんで、僕らがどうこう言えるような逆にあれじゃなくて、彼らしか知らない世界、彼らしか知らない部分があるんで、やっぱグランドファイナルの強さに、まあ、持ってくるのかなっていうふうに思うんですけど、ただシーズンに関して言うと CAG、まあ、ここ直近の交流戦とか見させてもらってもめちゃめちゃ強いんです。結構その、まあ、他の4チームとかとの交流戦とかも配信してるんですけど、かなり圧倒してる試合が多いので、うん、しっかりとポイントを拾ってきて、ちょっと総合順位に逆転する CAG なんかを、まあ、個人的には見てみたいなっていうところがあるかな。あり得るよね。3位はラッシュ。3位はラッシュですね。まあここも結局チームが出来上がったの自体は春の言って2週間前とかなんですね、確か、うん、そう考えると正直僕春ラッシュ3位ですら終われないんじゃないかっていう風にちょっと思ってた部分があって、あ、まあ確かに。やっぱメンバーが変わるって相当辛いことだと思ってて、ラッシュも言って実は春の2週間前に、まあ、メンバーが決まって、そこからスタートで、まあ、結局3位に持ってきてる、まあ、そのチームとしての何て言うんですかね、プライドというか、俺たちは絶対に CG と LV に食らいつかなきゃいけないっていうところは間違いなく春で見させてもらったんで、まあ、やっぱり最低3位には食らいついてくるんじゃないかっていう、夏も。スカーズはまだ厳しい。まあやっぱりパブがね、入れ替え戦も乗り越えてっていうところでかなり正直圧倒してた他のチームを、うん、内容的に見てもまあやっぱりパブは落ちずにもう一度夏でプロ対抗戦戦うべきだなっていうような内容でもスコアでも勝ち進んできててっていうところで、まあ、彼らの、まあ、その春の悔しさっていうところも含めてかなりあと夏上がってくるのかな、調子上げてくるのかなっていうふうにも思うので、こんな感じになりましたね。なるほど、はい、じゃあ、はい、のりあきさんいきますか。こちらです。うっそ、はい、お薄くて申し訳ないですけど、1位が CAG で GF で勝って1位になる、優勝する。シーズン中は、なるほど、でシーズン中はリバと CAG、これ 1-2 逆です。逆で、ちょっと分かりづらくて申し訳ないですけど、はいはいはい、で3位が、リジェクト、4位がラッシュ、5位エスカーズ、6位ファブっていう予想なんですけど、はい、まずちょっと下からいくと、ファブスカーズに関してはまあかなり未知数でちょっとわからない、うん、部分がすごく多いっていうのと、まあ、スカーズがこうもしメンバー変えるのであればまた変わったチームバランスになると思うんで、ここもちょっと予想がつかないんですけど、まあ、ちょっとここは若干のひいき目で祈りを込めて5位です。スカーズ惜しい。で4位ラッシュ、3位リジェクトについてなんですけど、うん、ラッシュがスプリングシーズンの状態でそのまま行くと、今回まあちょっとマップも変わってる部分があって、サーチ&デストロイにスタンドオフが入ってきてチェックメイトがなくなってるっていう部分、だ僕はスプリングシーズン見てる感じだとラッシュ的に結構こうサーチとしての力がかなり必要なスタンドオフでマップを落としそうだなっていうすごい印象がまあ、あって、ラッシュがちょっとサーチがやっぱまだまだ苦手、あまりうまくいってないっていう印象がすごくあるので、まあ、そこで結構取られる回数も増えるのかなっていう。でリジェクトは逆にサーチすごく得意で昔からやってるメンバーも多いので結構サーチで稼げるんじゃないかなっていう予想がちょっとあって、ここでの僅差で前回と同じようなパワーバランスでいくとこの3位と4位が入れ替わるかなっていう印象です。まあリバーは、まあ、シーズン中はかなり勝ち続けるかなと思うんですけど、 CG とかも、まあ、リバレントも結構スクリームの動画とか見させてもらってるんですけど、やっぱりそこもかなりの差があるとはそんなに思えない。そのグランドファイナルだけをやったらどっちが勝つかまだわからないっていう状況なので、まあ、ここはちょっとエンタメの部分も踏まえて CG が1位になったらすごいそれは面白いよねっていう、まあ、リバレントが1位になってもすごい、もうそれは本当にすごいことだけども CG が勝ったら本当にすごいよねっていうところも踏まえてのこの1位っていう感じですね。おー、はい、すごっ、口乾いてる、大丈夫。オタク特有の早口。私の方行かせていただいてもよろしいでしょうか。リバレント一着固定のファブラッシュ。あれ見てもらったんだよ、買い方だよねこれ。買い方。リバレントはもうこれかなりオッズが軸にして、あと3頭固定で、あとそう流し。軸馬。これ馬券の買い方じゃないですよね。これ12点で500円ずつ。しかも結構なかけ方してるな。っていうの冗談だ、ちゃんとしたやつは、ね、ああ、ああ、ああ、よかった、はい、馬券じゃないやつがちゃんとこちらです。リバレント CAG リジェクトファブラッシュスカーズですね。ああ、ファブがでグランドファイナル、この2チームでリバレントが勝ちと。この2回直接対決あると思うんですけど CAG と LV って、うん、1回リバレント負けるんじゃないかな、
って思うんですけど、CAG が他の4チームに足元を救われてリバレントにポイント届かずに2位予想にしました。最終的には本番の強さ、これ土壇場の強さがとんでもない。確かにね、グランドファイナルは勝ち抜くんじゃないか。ここなんですけど、ここ3、4、5、うん、これスカーズはもうちょっと時間いると思うんで、うん、一旦6にしますけど全然上もあるんですよ、うん、この3チームに関してはスタンドオフのサーチがスタンドオフのサーチが、ね、スタンドオフのサーチをうまく戦えそうな順に並んでるんですよ。リジェクトって、まあ、ハードポイントのコントロールも取れる上にサーチ&デストロイも変わったことによってもっとポイントが取れるようになると思うんで3位で、うん、ラッシュがちょっと苦手かなと。やっぱり綺麗な形を作ろうとするじゃないですか、うん、なんでスタンドオフとか新しいマップ、もうアポカリプスとかでもいいんですけど、そこら辺絡んでくるとどんどんポイントが取れなくなって、コントロールとハードポイントでなんとか取るけど3本目を取られて 2-3 とか 1-3 とか重ねちゃってこの2チーム動かないという予想になってます。これありそうでしょ。結構ねありそう。一番硬そうな確かに僕の役さんと比べると、ハブが俺結構上がると思う。春一番成長したチームだと思うし、チームの形もできてるし、入れ替え戦で結構あの対抗戦に入ってなかったチームこのチームって、うん、結構強いじゃないですか。強いです。結構ね、こう強い相手にかなり楽なんですよ。いうところで、一押しチームにもしたんですけど、相当評価高いです。これはあります。3位もある。ただ1位2位のここだけはもう皆さんここね上下そうっすね、変わってますから。ここはね、硬い。そうですね。ここに入ってこれるチームがね。なさそうな感じすんだよな。おすすめやっぱリバレントに行っちゃうことですね。これは強いね。だからね、これは、うん、これで買えば間違いない。そうですね、うん、あとこれちょっとおすすめのバッグ、おすすめの件さあということで早くも、はいはい、終わりなんですけど終わりなんですね。これで終わり。これはなんかまだまだ続いていくんですかね、この後。これ第2回の前、第3回の前、第4回の前と継続的にやっていこうかなと思っとるんですけど、まあ、今回1回目ということで、はい、まだプロ対抗戦見たことがない人にですね、うん、ここ見てほしいなっていうポイントをじゃあちょっと皆さんに挙げてもらって終わりにしようかなと思います。ここを見よ、俺から行こうかな。毎回ちょっと最後なんで言います、はい、河川のここを見ろ。ここどこどこ左下のマップ。あ、そういうことか。マップ ね、 これね、これ左下に常に全体マップとこう数字があって動いてるんですけど、うんうん、ハードポイントとかだとリスポーンあり復活できるルールなんで、こううわーって戦うじゃないですか。メイン画面見ててもなんかずっとババババ やったやられたみたいなになりがちなんですけど、ここを見るとどっちのチームがこう次のポイント攻めてるとかめちゃめちゃよく見えるんですよ。左下のマップ、宮崎さんそこしか見てないですもんね。そう、あの俺ずっとそこしか、そこだけ見てない。俺もこことキルログしか見てないですけどここを見れば全部わかる、凄さがわかるんですよね。こう打ち合ってるところも大事なんですけど、うんうん、あの次のポイントのために移動してる選手がいるとかいうところが見えてきて、より一層試合が楽しめると思うので、まだあんまりねメイン画面ばっかり見てるときと、左下のマップにも注目して見ていただけたらと思います、うん、僕はもう週刊少年ジャンプよろしく、友情、努力、勝利、そして成長ですね意識高い系が好きな言葉じゃん。なんか怖いな。人脈と成長。カフェでなんかビジネス講座開いてそうですマルチじゃなくて、まあ、単純にやっぱこの部分は、まあ、絶対見てほしいなというか、まあ、もちろん夏から見始めるっていう人は成長の部分でじゃあどこを具体的に見ればいいのって分かりづらいと思うんですけど、今の多分僕らのこの動画を見てくれた段階でもうおそらくなんとなく力関係っていうか上のチームと、まあ、順位的に下のチームの力関係は分かってもらえたと思うので、単純に僕らの今の予想がさっきのあれで最終的にこの夏どういう順位で終わってるかっていうのを、まあ、皆さんにシンプルに楽しんでもらえたらなというふうに思います。それが、まあ、やっぱり当たってなければ当たってないほど、まあ、ひっくり返したチーム、はい、ひっくり返したチームが成長したっていうことなん でそこまで見てもらえればきっとまたその先に対しての興味っていうのも、まあ、湧いてくれるんじゃないかなというふうに思うので、そこを見てもらえたらなというふうに思います。こ
こまでリバレント CG 強い強いって言ってるんで、ね、そこが負けたら相当すごいですよ、うん、相当面白いよねって。そうなんですよ。あとやっぱりねリーグ形式なんでプロ対抗戦って、うん、そこがやっぱこう成長っていうのが見やすいって、うん、そう負けて終わりじゃないんだよね。そうそうそう、負けて終わりじゃない、もう一回同じチーム戦うんだよ。鈴木さんの回答楽しみだなこれ。難しくしちゃってすげえいいことを多分みんな言ってくれててめちゃくちゃバカっぽい回答になるんですけど、はい、僕が見てほしい見どころはあのフィジカルのヤバさフィジカルのヤバさです。黙れよ。あの今作の性質が割と、まあ、見えてきたというか、あの道が、まあ、割とコンパクトなマップで道もそんなに多くはないっていうところで結構本当にぶつかり勝負なところが今あると。一番多分ここ最近の作品の中でフィジカルが出る作品になってるかなと。でやっぱこのコールオブデューティーってゲームは投げ物だったりとかもそこまで影響力はないし、あとまあ体力も一応リソースとしては無限回復し続けるんでっていうところもあるので、あのシンプルにこう一体そのフィジカルの強さを測るっていうところがすごく多いんですよね。で結構まあ今作稲葉 UR を筆頭にそうです、ね、フィジカルがやばいやつらがもうわら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 出てきて、それも例年のCODの中でも結構目立つ人が結構多いかな。容器とかもそうだし、うん、シリウスとかもそうだし、やっぱこうフィジカルニュートン X もそうだし、フィジカルお化けが結構いっぱいゾロゾロいるので、やっぱそういうところをこう見るっていう分にはやっぱ盛り上がれるかなっていうところが、シンプルにちょっとこう桁違いなプレイを見れるってところは面白いかなと思います。はい、はい、はい、確かにな。いやでも本当それは思いましたね、うん、春もやっぱり稲葉 UR 選手が強い、全部解決しちゃうっていうか、まあ、そこを止めないとやっぱ FS って勝てねえんだな、うん、打ち合い勝てなきゃ勝てねえと MVP。 本作は本当に相撲要素がすごい、ね、ありましたね本当にそれは。やっぱりねここはフィジカルだと思います。全体の動きも大事なんだけど、どちらかというとやっぱ固まってぶつかることの方が多いんですよ。囲むより、囲むシチュエーションってそんなになくて、実は割と正面突破が多いから、やっぱフィジカルのヤバさをこうまず見てほしいなってありますね。さあということで今回終わりになりますけど、はい、楽しみですね、はい、サマーどうですね。楽しみですね、うん。あと何これ何これ、本当に楽しみな人なのそれ皆さん COD プロタイコゼン様、僕たちも一生懸命実況席解説からお届けしますので、はい、楽しんでもらえたらなと思います。プロタイコゼン様でお会いしましょう。バイバイ。